皆さんこんにちは。ちょっとキャンプ行ってくるのサリーです。ワークマンアンバサダーとしてワークマンの商品を開発したり PR するような活動をさせていただいております。で、今日はですね、ワークマン本社に来ていっぱいフリースを取り揃えてみました。で、前回の動画ではメンズのフリース9選ということでお届けしたんですが、今回はですね、レディースのフリース7選をご紹介していきたいと思います。安いのはね、一番安いのは1280円からで、一番高くても2500円になってますので、これね、いっぱい今日紹介していきますので、ぜひ楽しんで見ていってください。はい、それでは早速一つ目紹介していきたいと思います。それがこちらです。じゃじゃん。これね、最近新発売になったばかりでお店に並び始めてるかなと思います。商品名がですね、マイクロフリースカーディガン、価格が1280円です。この形はもう本当に完全なる新作ですね。結構ワークマンではレディースのフリースも今まで何枚か出てたんですが、この形は完全に初めてです。で、割としっとりとした素材の生地感のフリースで、結構この縫い目っていうのかな、なんだステッチっていうのかな、ステッチが結構目立つ感じの、結構カジュアルに着れる感じのフリースですかね。で、値段も1280円と安いので、すごく軽くて着やすい感じの1枚です。カラーが結構このオリーブの他にベージュとか、オレンジっぽい色かな、あとホワイトとかもありますので、いろいろ淡い系のね、カラーが好きな方におすすめです。はい、続いて紹介するのがこちらです。こちらダイヤフリースプルオーバー、価格は1500円になっております。こちらも完全なる新作になります。まだね、お店では売ってるところ10月の半ばになるんですが、見かけない新商品になりますね。で、これ今までのダイヤフリースシリーズは実はよく出てて、すごい手触りが良くてダイヤに編まれている感じのフリースなんですが、普通のフリースのジッパーがついているタイプだとか、丸襟のカーディガンタイプっていうのは今までも去年からね、発売されてたんですが、こういうプルオーバーの何もない感じの、なんでしょうね、トレーナーみたいな感じでズボッと着れるのは今季初になってます。で、値段が1500円っていうのすごい安くていいですよね。ジッパーがついているタイプだと一気に1900円になってしまうので、400円って意外と大きい差かなと思います。で、中はしっかりと裏アルミが貼られてますので、ポカポカと温めてくれる感じですね。あとこれサイドにスリットが入ってます、こんな感じでね。なので、なんか結構なんかロングパンツとか履いて横からチラ見せでちょっと色を見せるとか、そういう着方もね、できるし、多分これ着る時もこれ広がると着やすいのかな、なんていう風に思います。意外とこういう細かいところがあるだけでちょっと可愛く見えたりするので、これね、私今季ちょっと狙って買ってみたいなと思います。はい、あとこちらカラーですが、パープルとネイビーとブラウンのホワイト、合計4色展開です。で、これね、全部のワークマンの普通の路面店だとか、あとショッピングモールの店舗も全部入る予定ということです。はい、続いて紹介するのがこちらのフリースになります。これもね、もうね、定番商品ですよね、レディースの、防風ダブルボアフーディ、1900円です。これはダイヤフリースのジャケットとかよりもかなりしっかりとみっちりとした感じの厚手のある生地で、アウターとしても本当に結構暖かく着れるタイプになってます。で、毎年出てるんですけれども、微妙にね、このポケットの色であるとか、ここについている紐のカラーが変わって再登場して、発売毎年している感じですね。で、これの一番の機能はやっぱ防風機能がついていて、フリースだとどうしても風をね、抜けて寒いよみたいなものがあるんですが、こちらのフリースに関しては防風の、シートがね、入ってますので、風をシャットアウトして暖かく着られる。で、しかも防風入ってるフリースって意外と硬いものがあったりするんですけども、これね、ちゃんとね、柔らかくって、普通に柔らかく着れる。でも、もちろんダイヤフリースとか何にも入ってないのか、当然柔らかいは柔らかいんですが、それでもね、そんな普通に何も言われなければ、普通のフリースと変わりない感じかな。でも、こっちと比べてみると若干ちょっと硬さはあるかなぐらいの感じなので、でも全然柔らかく着られるあったかい1枚になってます。こちら1900円です。はい、続いて紹介するのがこちらです。こちらも定番商品ですね。こちらはですね、レディースダイヤフリースフーディ、価格が1900円です。あれ、でも私これ数年前持ってたやつ、確かね、フーディーじゃなかったんですよ。
あの普通のスタンドカラーで、逆に私はスタンドカラーの方が冬にねキャンプするとき、これインナーに着て上にすごい分厚いアウターを着るみたいにすると、フードがフードになっちゃうとすごいここはモコモコモコってしちゃうんで、逆に私スタンドカラーの方が使いやすいんですが、今季はですねこちらフードがついているデザインになってますね。で生地は、まあ、先ほどのと同じようにダイヤになるような感じになっていて、薄手だけど非常にあったかく、さらに裏アルミです。裏アルミであったかいという感じになっております。こちらも1900円です。はい、続いて紹介するのがこちらの商品。これ実は私も何気に初めて見る商品になります。こちら商品名が防風2フェイスプルオーバー、価格が1900円です。一応発売は10月の予定で、希望する店舗にしか入らないっていうちょっと特殊な商品なので、もしかしたら全店ではね見かけないかもしれないです。ちょっと限定商品ですね。でこれ1900円、他のフリースに比べてちょっと高いなと思ったんですけれども、実は秘密があります。こっちがふわふわのちょっとあの毛足が長いというか柔らかい素材の、まあ、ちょっとクマちゃん的なねフリースなんですが、中こちら側ね実はリバーシブルになってます。で 毛の感じが全然違くて、こっちの茶色の方はふわふわの毛足が長い感じ、こっち毛足短いタイプのフリースになってます。ちょっと裏返してみましょうか。はい、裏返してみるとこんな感じ。は全然なんかさっきのクマちゃん柄が表と全然違う印象がねガラッと変わる感じですね。もちろんこのカラーの配色全然ね配色が違うパターンもあるんですが、これは結構ねビビッドなひよこさんみたいな感じの明るいレモンカラーになってます。でこのポケットの部分だけベージュで、ちょっとねあの雰囲気が全然変わりますよね。でこれね防風のやっぱりラミネートが入ってて風をしっかり防いでくれるということで、今回のフリースの中でもかなり分厚い生地がね分厚いかなと思います。こっち側が多分分厚いんだよね、この毛足のがね。だからすごいふかふかしてめちゃくちゃあったかいと思います。こちらは1900円でした。はい、続いて紹介するのがこちらのフリースです。これね私もね購入しましたねこの前ね、商品名が防風パッチワークノーカラーロング2500円です。これね今結構いろんな店舗さんに並んでいるかなと思います。で去年一昨年も確かあった商品で割と定番化してきたので、まあ、どの店舗でも割と買いやすくはなってきましたが、急に最近寒くなってきたのでまた少しずつ在庫少なくなっているような気もします。でこれもあの防風です。防風のシート入ってるので若干のあの硬さはありますけど、硬いって感じるほどではなくて全然柔らかく着られる、もう本当アウターって感じですね。逆にまあ長さがあるので腰まであったかいんですが、インナーとしてミドルインナーみたいな感じで着るにはちょっとあの生地のね厚手感もあるので、まあ冬の初めぐらいまでのアウターとして着るのが一番おすすめの一枚ですね。ただこれ本当ボアとか普通のフリースだとかがパッチワークみたいになってる模様も可愛いし、あとここのね真ん中シュート違う異素材でこの銀色のシルバーのボタンとかも可愛いので、個人的にはすごく可愛いおすすめの一枚になってます。で襟がノーカラーでちょっと寒そうかなって思う方は、今期ねワークマンからティベットとか、あとあのスヌードとか、そのあたりがね安く出るんですよ。980円くらいかな出ますので、そのあたりとかも合わせて使ってみると暖かく使えるかなと思います。こちらカラーがこちらのキャメルの他に、キャメルかな、これベージュだったかな、これベージュでした。でカラーはこちらのベージュの他にホワイト と、ブラックかな、あとカーキもあったかな、その4色になっております。はい、それでは最後に紹介する商品がこちらでございます。こちらはですね商品名が防風ボアビッグカラージャケット2500円になってます。これはね完全なるこの秋冬の新商品になっております。もうでもねこの間みなとみらいのコレットマーレ店に行ったら発売されてた記憶がありますので、もう導入が始まってますかね。ただねワークマン女子限定、ワークマン女子とかショッピングモール限定かもしれないです。こういうチェック柄ってワークマンであんまり今までなかったんですが、今季初登場ですね。
でもちろん無地のタイプもあるんですが、これ全然服のイメージが違うなと思ったんで、あえてこの服だけちょっと2着用意したんですが、これね、襟の部分がすごいワイドで、だいたい結構詰まっている形のものが多いのに対して、これ広がってるからね、ちょっとふんわり着られる可愛さ、あとなんかね、このベージュとグレージュみたいな組み合わせも可愛いし、中に裏地がこうしっかりついてて、風を通さないぞっていう意思をすごく感じる一枚です。これ多分こっちもすごい可愛いよね。 あとサイドが異素材、この動きやすくするためになのかな、腕にかけてここが異素材になってます。これちょっとね、一回も着たことないんで着てみたいと思います。はい、着用してみました。これレディースの LL です。首周りが私ね、結構ね、圧迫されると辛いタイプなんですけども、これ首周りすごい楽ですね。ふんわりして、でもちゃんとなんか風も防いでくれる感じもあるし、ゆったりしている感じのねシルエットでね、可愛いかなと思います。これね、チェックあんまり私着ることないんでね、すごい可愛いなと思います。こちらは2500円です。はい、というわけで今回はワークマンの2022年秋冬のレディースフリースを一挙にご紹介いたしました。ね、やっぱりね、ワークマンだからすごく値段の安いもの、コスパもいいもの、あと防風のものとかね、防風とか裏アルミとかいろいろ機能がありますので、薄手だけどあったかいのがいい方であるとか、いやもうふっとボリュームがあるのが欲しいとか、いろんなね、あの機能別でありますので、ぜひお気に入りの1枚を探してみてください。私のチャンネルではこのようにワークマンのファッションに関する情報をいっぱい動画上げさせていただいておりますので、ぜひ他の動画もご覧ください。あとこの度ですね、私サブチャンネル、キャンプ専門のキャンプサブチャンネルということで、サリーの、キャンプチャンネルというものを新たに作りました。で、今までメインチャンネルの方で、ワークマンの洋服をメインにやってて、その中に、まあ、キャンプをちょこちょこ入れてたんですが、それをちょっとね独立させてキャンプチャンネルというふうにさせていただきますので、ぜひですね、そちらのサブチャンネルの方もどうかどうか、あのご登録よろしくお願いいたします。今回の動画が良かったよという方は、ぜひいいねボタンをチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方は、ぜひいいねチャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。